本日もやってきましたゲームラボさんと仮面女子の企画ですね。ゲーム、今日はレトロなゲームをやってみよう。イエーイ。本日の参加メンバーはこちら、森かのんと立花アンナと川村奈々香とゲームコレクターのさっかんです。さっかんさん、今回もよろしくお願いします。私は初めまして。初めましてですか。初めましてですね。私とかのんちゃんね、初めましてじゃないよ。え、じゃあ、初めましてです。私はそう、森さんも初めまして、さっき初めましてですって言ったよ。あなただけです。さっかんもお世話になっております。すげー、すげー。そうなんですよ、もう本当にいつも伝授していただいて助けられているので、今回もね、さっかんさんにお世話になりたいと思うんですけれども、はい、じゃじゃん、ゲームラボ、これ今月号ですかね。今月12月号、ね、はい、こちらででん、ゲームラボ、今回もね、仮面女子がお世話になっておりますよ。ます、あ、さっき折り目つけたのに見つからない。ね、ほら、じゃじゃん、今回はマキティとまゆちゃんとももみんが登場しております、うん、毎回出てるので、ぜひゲームラボチェックよろしくお願いします。こっちだね、あ、こっちだね。さあ、そして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 、今回の今回のゲームは、ゲームは何ですか、なんちゃん。ニンテンドークラシックミニファミリーコンピューター。よく言われました。メトロゲーム、ミニだよ。本当にミニ、見えるかな、見えてる。これが元々のファミリーコンピューター。うん、よく見るやつね。こちらがデデン、新しいかわいいミニサイズ、ミニタン、全然違う。すごいね。2倍、2分の1。すごい。しかもあれだよね、リモコンもちっちゃい、ね、そりゃそうか、ね、そうなんね。あの、お子様用となっております。違いますよ。ほら、すごいよ。もともと1983年にこのファミリーコンピューターという、まあ、ゲーム機が出てるんですけど、はい、まあ、これの、あの、このサイズを 60% にしたものがこの、はい、まあ、ミニファミコンなんですよね。で、あの、コントローラーも含めて全部 60% のサイズになってるんで。詳しい。そこ？すごい。だって、ね、そうね、年号まで分かっていらっしゃって、うん、素晴らしい。じゃあ今日はその今流行りのクラシックミニ、通称ファミコン、ミニファミコンですね。ミニファミコンを挑戦したいと思います。ワクワク。もう奈々香ちゃんとかさ、ファミコン知ってる？あのね、ファミコン自体ね、初めまして。初めましてか、ゲームラボさんで一回触ったけど、全然、私これがコントローラー、ここについてるの知らなかった。びっくりした今。そうですよ。これこんなところにつけられるんだね、コントローラー。あれですよね、連載では基本どっちかというとスーパーファミコン触ってる方が多いですよね。そうですね、やったりしましたよね。スーパーファミコンはどういうの？それ違うかな。そう、グレーのやつ。赤と青と緑と黄色のボタン。あ、これこれこれ。そう、今あの今月号に載ってますね、ゲームラボさんの。スーパーファミコンよりも前に出たゲームだから、まあ今で言うと、例えばプレイステーション4が出てるよりも前に出たプレイステーション3みたいな位置づけのなんですけど、うん、まあ、そういう類ですね、がこのファミリーコンピューター。そうそう、レトロゲーム、古いから、はい、ということで、あ、今日も拡散をお願いするんでしょうかね。うん、皆さん、ご覧の皆さん、ぜひこの仮面女子が何やら今流行りのゲームをやってるよと拡散してください。こっち、矢印、こっち、あ、こっち、さぎかんさんも一緒に。なんで逆やるの。あ、こっちが彼氏があった。たくさんお願いします。拡散、たくさん、さすが。いてて、てて、そしてそして、はい、野良さん、平野野良さん。平野野良さんじゃない、森川です。皆さん、はい、あの、このグッド、いいねみたいなやつ、いいね、やってくださいね。一人一回できるので、間違ってこっちやらないように、ね、やらないよ、こっちね、こっちね、お願いします。ということで、早速ゲームをやりたいと思います。と言ってもですね、ちょっと3人とも初なので、はい、誰から行きましょうか、ちょっと、まあ、一応ですね、はい、もう少しファミコン、ミニファミコンの説明をすると、お願いします、ぜひ。あの、ファミリーコンピューターはもともと、まあ、ゲームソフトを買って挿して遊ぶんですね、はい、だけども、はいはい、このミニファミコンは最初から30個のゲームが入っています。30個内蔵されてるわけですね。内蔵されてます。もともとこの1万5000円ぐらいする本体に、まあ5000円とかするソフトを買ってて、だから、まあ、ね、その
30本ってことはそれだけ高い値段のものが、はい、当時なら高い値段だったものがここに全部入ってて、まあ、6000円ぐらいなんですよね。安い。はい、ファミリーコンピューターには内蔵されてないぞなものがこのミニの方では内蔵されてあるぞってことあるぞ。そうですね、すごい。本当あのもともとこういうパッケージとか、はい、今ね帽子もかぶってらっしゃいますね、まあ、パッケージ、はい、あ本当だとか、まあこういうまあ箱で言うとこういう感じのものがあるんですけども、であとこのファミコンの本体だと本当にできなかったはずの、まあ、ディスクシステムのソフトみたいなのも今回は入ってるんですね、まあ、昔のそのカセットだと例えば、まあ、まあこういう感じですよね。おあ、はい、ね、なんか懐かしいでもそれが今回はこの画面の方を見るとまあこういう感じで、あ本当はいっぱい、かわいい、おーおーメニューが、おーでファミコンがあくびしてましたよ今してません、してません、あくびしてましたよ今ちょっとしてませんよ。でファミコンはもともと当時のテレビにつないでるからブラウン管のテレビ、まあ今ブラウン管って言っても通じるかどうかよくわかんないですけど、はい、大丈夫です。であのアンテナにつないで、はい、テレビ RF チャンネル、まあうん、あの説明しなくていいと思ったんですけど、まあ、言うと、まあ、今のね、あのテレビのだと多分つなげない状態なんですよ、はい、ありゃで、ね、この今のミニファミコンはあの HDMI 端子につなぐんで、はい、あのもう本当にこれだけ で、はい、今時のテレビにも対応しているってことですか、はい、今時のテレビじゃないと逆に、あ逆に当時ブラウン管には多分 HDMI 端子ついてないんで、そうですよね、そうそうそう、なの でこれ一個一個 の、 この、まあ、画面の方見えてますよね今。見えてますか、うん、見えてますね。あの画面とか設定とか上の方についてるんですけど、この画面を見ると、はい、こういう風にアナログテレビ4:3、3タイプピクセルパーフェクトってあるんですけど、まあ、あんまりすごいかどうかは別にして、はい、基本は4:3っていうのがまあ普通のテレビなんですけど、はい、あの当時のアナログテレビの感覚で見たいよって人はわざわざ画質を落としてこれでアナログテレビ風の画面に、そういうことか、わざとそうにしたり、あと逆にこの4:3じゃなくてドットが本当に縦も横も同じサイズにするような見方をするとこういう正方形のサイズになるんですけど、うこういう見せ方、見え方もするよっていう、まあ、どれを選んで遊ぶかっていうのはその人の好みで、まあ、普通に4:3でいいんじゃないですか、ね一応こういう機能があったりとか、すごい、であとあのこう、それぞれのソフトに、うん、あの何いっぱいある、まあ、こう例えばスーパーマリオって、はい、見ると、うん、この下にスーパーマリオの下に4つなんか四角がついてるんですけど、ここで下を押すとこうデータが4つ出てきて、うん、あの途中セーブを保存するできるようになってるんです。4回もできるんですか？ER カンフーも途中セーブできるんですか？あ、できますできます。おこっちの方がいいじゃん。確かに ER カンフーは毎回毎回最初からになって、ね、なくなっちゃうとね。ER カンフーはじゃあ、まあ、後でちょっとやってもらいます。ちょっとリベンジするあ、リベンジできてるコメント。例えばこのスーパーマリオなんかもこう選ぶと、まあ、ゲーム始まるんですけど、はい、であの例えばねこう始めて、あマリオだ、でこう死んじゃったっていう、まあ、死んじゃったよはいいんだけど、酒缶さんと下手くそ、まあ、死んじゃうと思ったら例えば今まで死んじゃうと思ったらここで一回ねこうリセットを押すんですよ、はい、そうするとこの状態でこうすぐここにあれとか、これで4つのどこに保存するか決めて、ここで A って登録しとくと、でここにでロックかけると、あとでまたこう他のゲームやった後戻ってきた時にこれを戻すとここから始めるわけで、まあちょっとここでまたあやっとクリアできたと思ったらまたリセットしてちょっとずるい、じゃあ今度またここにあの違うこれで登録ってやるとちょっと進んだ状態登録できるんで、本当にあの小刻みにこうセーブができる、みんなのあるんだ。で逆にまあこれもういらなかったらここの箱に捨てる、時代は変わったな感じになってます。すごい、昔は考えられない。で、さっきのとこに戻るっていうんですね。で、あの昔のファミコンだと本当リセットを押すと、はい、あの
全部消えて対象に戻るだけだったので、ね、あの同じリセットボタンなんだけども違う扱いのコードになってる。すごいやん。え、これもうちょっと高くてもいいんじゃないですか。あの確かに 僕が売ってるわけじゃないんだから。バカも入ってるし、うん、え、これ売れまくってますか今。売れまくってます。買えません。そう、もう買えないんですか。もうかどうか分かんないけど、買えるんじゃないですか、分かんないけど、頑張って買ってみてください。じゃあ何やりましょうか。どうする。じゃあ何だろうね、なんかやったことあるやつ一回触ってみますか。マリオはそうだね、みんなきっとマリオか、スーパーマリオ。マリオ、マリオは普通にスーパーマリオ。あのこの速さ見えない。一番じゃあスーパーマリオですかね、一番。スーパーマリオブラザー。じゃあスーパーマリオ普通に始めましょうか、はい、スーパーマリオブラザー。ではこれ多分一回コントローラー慣れた方がいいかなと思うんで、から本当にあの、ね、ちっちゃめ、ちっちゃいコントローラーなんで、あのちょっと最初戸惑うかもしれないですけど。森ちゃんが初プレイです。ね、めっちゃ便利とかコメントもいっぱい来てますよ。 B は何なんですか。品切れ中 B ボタンあるよ。 B ダッシュですね。はい、 B ダッシュ気をつけて。キノコ来たよ。キノコジャンプ。おお、いいよいいよ。お、キノコ、キノコゲットして。おお、大きくなった。なんかいいね、昔ながらのレトロなね。あ、でででででで入れません。他はね、入れる土管が限られてるんで。そうです、入れるのと入れる、全部それも入れないです。それも入れ、全部に入ろうとするな。それも入れない。え、もう入れる。あ、超えちゃって、踏んだら踏んだらいいんだけど、今間に入っちゃった。間だったよ、今下手くそ。ちょうどうまく間に入った。やっと入れた。やった、頑張って。全部ゲットする、全部ゲットするタイプの人間ね。全部ゲットしないだってわざわざ。そうだよね、入ったのね。失礼しました。コントローラー小さい女の子にはちょうどいいかな。だってどう触り心地は。あー、うるさかそんなに。うるさかまだまだ生きてる。あと2機生きてる、マリオ。え、待って、コースが違う。ああ、気をつけ て、あの途中にチェックポイントがあって、あの土管入るとそのチェックポイントを超えたことになるんで、途中から。危ないね、ない、カノンちゃんキノコ踏むの下手だから気をつけて。お、やっと踏めた。この上に、お、なんかキノコいるんじゃない、これの上。頑張れ頑張れ。彼女そこ打って頑張って。お、大きいの子出た。あ、バカ子の。違う、うるさいし、うるさいし、避けちゃうし。すごい、頑張って。これは本当、途中セーブいっぱいいりますね。そうだ、やばいと思ったらさ、さっき酒川さんが言ってたセーブにすればいいんだよ。いや、今日やんなくていいですか。やんなくていいですか。これクリアしないから大丈夫です。これはクリアしようよ。あ、やばい、待って。あ、一面はクリアしても方がいいかな。一面はクリアしようじゃ、悲しい。ほら、クリアしたいよ。さっきのキノコね、今度こそ逃さないでくださいよ。キノコ来るよ、待ち構えてて。え、なんでそっちに。ね、嘘でしょ。よかったよかった。キノコ逃げて。ああ、よかった。ああ、あ、いいんじゃない。あ、頑張れ、まあいいか。全部取りたい。ああ、全部取りたいよね。全部取りたくない。キー、時と場合によるね。あ、クリボー。ああ、ここで意味よくない。クリボーって言うんですね、あの悪者。クリボー、覚えた、ね、はい、敗北。じゃあ次は私やら。クリボー初挑戦、よーい、ドン。スタートボタン。あ、そうですね。怖い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 、クリボー怖い。やられろ。ねえ、あれ、ねえ、嘘でしょ。やられろ。やられないよ。ほっ。待って、私より下手だよ。ちょっと調子、ちょっと B ダッシュやりたくなっちゃう。めっちゃ面白い。ちょっとじゃあちょっとおとなしくいくわ。そいつ一回殺してからの。ああ、ちょっと待って。あれ、終わっちゃった。200点って見たことないんですけど。いや、結構進むんですけどね。おかしいな。じゃあ、え、やってみる。即死。え、ちょっと怖い。え、これプスだと多分そんな怖いゲームじゃないと思うし。あいつ無視して進んでもいいです。そうだよ、その手が合ってましたね。何やっちゃったの。まず殺せる。頑張れ。おーい、うまい。うまいってない、うまい。あれ、どれがキノコ。キノコはね、その辺にあった気がする。その、これだ、来た。しゃ、
いいぞ、もうあんちゃん超えたよだろうね。Bボタンを押してると速く走れます。おでもね、ちょっと調子乗るとね、あこれ入らないタイプですか。いや入ってもいいです。いいよいいよ、いいじゃないなあちゃん。いいよ、うまいよ一番、今のところ一番うまいよ。進むの一番速い、一番速い。やばい、クリボーに気をつけて。そう、仕方するっていう手も大事だからね。え、待って、これゴールじゃん。あれ、あれ、え、ピョンってやると違う、違う、ゴールしちゃった。え、できなかったんだよ、なんかピョンってはよで、ポンポンって終わっちゃう。そうそうそうね、待って、ここまで2人とも来れなかったの。3秒ぐらいだったよね。これどこ行くの。勝手に進んだ。次はあの、地下ですね。お、ドゥ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 、おおお面白そうな、クリボー進化してるし。そこ左、一番左、いいよその BGM。 お、一番左に叩くと、あ、それは動かないんで撮ってみましょう。ひまひま、おっしゃ、きた。 B ボタンを押すと火を、あ、いいねいいねいいね。あ、懐かしい、こういうのあったあったあった。いいねいいよいいよ、頑張れ頑張れ。あ、これさ、別にこうでもいいんじゃね。そう、いいねなあちゃん。あ、いいね、頭いいね、うまいうまい、すごいすごい。進めるかな。あ、やばい、キノコ。ここ渡れるかな、ここ。あ、そういうことか。渡れないのか。やばい、なんかいる。上にあるブロックはそこ壊れるんだ。あ、そういうことか。こうやって行けばいいのか。おお、すごい。調子乗るとやばいやばい、キノコ来た、クリボー来た。キノコ混じった混じった。え、これいいよ、なんちゃん、いいよ、うまいよ。そこのね、一番左から上叩いて、あ、違うか、逆か、逆、逆か、逆パンチ、パンチ、どれだ。あー、すげー、あ、ノコノコ、追いかけて、もらおうもらおう、気をつけて。それね、画面から外れるとやばいやばい、キノコ、なくなっちゃうんで。あー、なくなった。そんなやべ、しうまいよ。だってまだ一回もさ、なくなってないよ。なってない。これは普通にクリアした方がいいかな。あ、怖い怖い怖い。おうまい。おー、いいよ。わあ、よっしゃいじゃないよ。大丈夫、いいとこ来た、いいとこあって。2回もあるからね。待って、でもマリオになっちゃった。あ、ほんとだ、ちっちゃい。あ、ちびマリだ。ジュリマリ的なね。あ、うまいうまい。お、うまいうまい。あ、しも。アリちゃん一番下手だったし。あ、クリちゃん気をつけて。いいよいいよ、なっちゃん、いいよ、いけるよ、いいよいいよ、いいね、おい、うまい、いいんじゃない。待って、これさ、ビョン、おいおい、うわ。あれ、一番高いところで B ボタンを押したままで走るんですよ。あー、 で、端っこからジャンプすると、でかいジャンプで、あのポールの上の方を掴めるんです。あ、そしたらポイントが高いんですね。高いんです。かしこまりました。怖い怖い。やってないじゃん。あんちゃんそこまでいかないからね。いける、私スーパーマリオ持ってるんだから本当は。なんか持ち主のようなプレイでは なかった。あのですね、あれですよ、あの、スーパーファミコンの方です。スーパーファミコンの方。ああ、なるほど。でボタンの位置が違うから、ね、そうですよね。あ、見ていた。あ、あ、どういう死に方今。頑張ってな、あと1回まだいる。え、いや、みんな応援してくれ。ワープせねば。ワープ、ワープって、ワープして無限期アップ。何、何、何を言っているの、難しそう。ワープができるの。いや、もうね、ワープはね、前の面だったんです。あ、前の面の花、うん、ありがとうございます。あの前の面で、あの土管に入って地上に上がってきたんですけど、はいはい、あの時、あの上の方の、ね、まだ一先があって、そこから先に行くと3つ土管があって、それぞれの他のワールドに行ける、あの土管があったんです。土管の葉のところ。あ、キノコ来た。お、大きくなった。シュー、怖いな、見てて。あ、懐かしい、いたいた、こういう亀の人。おお、そう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 、やったやった、こういうの。うまいよ、私むやみやたんに B ダッシュジャンプしないって怒ってる。あ、だだ、こ、この面はあんまり B ボタン いらないっていうか、あのこういうところ飛ぶときには必要だけど。へえ、やっぱ詳しいですね、ファンの方も結構、うん、いや、スーパーマリオ一番ね、有名なタイトルだから。そうですね、みんなやっぱやってきた、ね、熱量がすごいもん、なんか。やばい、あ、うまい、すごいうまい、ね、なあちゃん、やばい、あー、
何その低いやつの極力低いリフトでてっぺん行かないでもまだすごいね。そうだよ、まだだって1だ、あ、ここ強そう強そう、クッパが出てきた、最後クッパが出てきた、え、嘘、冗談で言ったら本当だった、やばいよクッパマジ本気だから、このミニストローに当たったらやばいよミニストローネは、何ミニストローネ、あとこの団子もやばい、熱い熱い、え、でも、でもよく頑張った、トップトップレベル、トップトップ、え、意外といけた、今一番うまかった、これちょっとリセットを押すと、まあ、一応あの元の画面に戻るんで、リセット、あ、あっちあっち、これですか、そうそうそう、こっち、うわー、マリオじゃちょっともうマリオ終わっちゃったよ、水道管工事のおっさんやでって書いてる人、そうなの、あ、その左3つのところで、そうそう、それ、あ、ほんとだ、これがあのスーパーのつかない方のマリオ、何それ面白い、水道管工事のおじさんだったんですか、マリオって、まあ配管工という設定で、で、その地下の配管工に出てくる、その、あの、なんだ、亀とかカニとかを倒す、そう、面白い、じゃあちょっと選んでみましょう、この職業に憧れて、はい、マリオを目指すような子供たちが多かった、いないんじゃないですか、水道管で、じゃあ、じゃあ、カノンちゃん、これ2人用できるので、あの、まあちょっと一回普通に、じゃあ普通に2人でやりますか、何の内容かわからないのは2人用でやってる、水道管マリオ、え、これ私、え、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、まだ始まってないんで、一回始まってない、それで選んでください、で、スタートボタン、スタート、私どっちですか、で、ワンコンの方がマリオで、ツーコンの方がルイージです、どっちがワンコンですか、私ですか、私はワンコン、そうです、スタートボタンがある方がワンコン、自分で動かせば、ああ、何を言いたいな、これ戦いですか、私とカロンちゃんの、いや、あの、どっちでもいいです、とりあえず遊び方を、あの、亀とかこの敵は下から亀の下から叩くと床の下から叩くと倒せるんですけど、スーパーマリオと違って上から振るとやられちゃうんで、わかりました、はい、危ないよ、あ、じゃあこうやってやる、それを蹴っ飛ばしてください、蹴るとなくなる、そう、ひっくり返した後蹴っ飛ばす、なくなっちゃった、あ、それ大丈夫、皆さん、あ、マリオが私でルイージがカノシーです、やばい、来るぞ、あー、出会った、で、あの、長い時間同じフロアにいると画面の右か左端に緑の火が出てきて、ヒーハー、あ、ゲットするとどうなるんですか、え、全くなっちゃう、ゲットするとどうなるんですか、いや、どれですか、火に当たると死にます、え、なんか火が出てくるんですけどゲットするとってゲットすると死にます、絶対これ、やばいんですけど、やばいんですけど、何、ね、やだ、ちなみに、あの、ひっくり返したやつを蹴っ飛ばさないでいると、あの、1個 パワーアップしちゃうので、あ、カノンちゃんが難しく聞こえません、この青いのがパワーアップして、そう、パワーアップしてるんで速くなっちゃうんで、え、このパワーアップしたやつをひっくり返すと、あ、危ない、うん、倒してください、どうやって倒す、あの、あの下から叩いてひっくり返して、で、蹴っ飛ばしてください、あ、やばい、間違えた、え、この土管に入れない、土管に入れない、入れないです、うわ、やばい、緑っち、あマリオ死にました、マリオ死んじゃったよ、私一人ぼっちなんですけど、一人ぼっち、それとりあえず蹴って、さっきのパウってやつはダメだったんですね、パウは使うな、パウっていうの、パウを使うと全部 あの床を同時にひっくり返してる状態になる、はい、叩いてる状態になるんで、あ、じゃあ、あとは蹴っ飛ばせばよかったんですね、そう、最後蹴っ飛ばせばよかったんだけど、そういうことか、そのままにしてた私、うん、オーノーめっちゃ追いかける、蹴って蹴って、あえ、この狭い中、あれを使うことは無理なの、ねえ、この、こう接近してきちゃってジャンプして踏むことはできない、蹴って、早く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 蹴って、下から叩いて、ひっくり返して、で、それを蹴っ飛ばす、あ、クリア、あ、私は一生出てこないのねはい、もう、あの、終わりました、終わりました、出番終わりましたやっとルールが分かった、なくなってから蹴って早く、で、あの、基本的にはこれあの協力するゲームなんですけど、あれ協力するゲームだって当時からあの2人でこうやっつけ合うような感じの遊び方っていうのもすごい流行って、あ、やっつけ合うこともできるんですか、協力なのに、だから今もあの要は2人ともこうぶつかり合うし、あ、ぶつかれるんですね、で、まあ、相手がこうひっくり返したやつを蹴っ飛ばしに行こうとしたら、そこでもう一回上下から叩いて戻しちゃうとかやったりして、面白い、やっつけ合ったりもできるんですけど、そうなる前に終わってしまう、あ、ごめんなさい
お、カロシうまいじゃん。これはコインを取るボーナスの。イワスキル。テストイワスキル。頑張れ頑張れ、早くゲット、ほら時間数えてるよ。急いで急いで、 B ダッシュ B ダッシュ。いいよいいよ。B ダッシュないです。あ、 B ダッシュない。ないですね。やば、あと1秒。チリーン。おお。これはあの終わるまで挑戦してみましょう。頑張ってカロシ。私ので次はあのカニが出てきて、の私の仇を撃つのよ、水道管で。カニは一回叩くと、一回叩くと怒ります。怒ってる、やばい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 。そんな怒らなくていいじゃん。2回目やるとやっと倒せます。で2回やって、もう1回だけ、あ、なんでなんで。かわいいリアクションしてよ、もうダメでしたね。すごい。ナナタンやる、ナナタン、はい、ナナタン、じゃあ酒缶さんと、ナナタンと酒缶さんのナイスプレーを見たい。二人のナイスプレーを。これはやっつけ合うの？どっちでもいいです。こうやって助け合いましょう。これぞ本当のマリオだ。このポンはどのぐらいで消えちゃうんですか？これは3回叩くとなくなっちゃう。だいぶ叩いたね、私ね。だいぶ叩いたね、役立たずだが。で、危ない。カノン、竹川さんがマリオですか？そうです。竹川さんがマリオで、ナナカちゃんがルイージです。そうです。今竹川さんが助けてくれた。で、この2人をやるときに協力するときはいいんだけど、あのよく、はい、その2人でやっつけ合うときには、はい、そのパワーがあると、ここで今例えば今叩かれたら僕がやられちゃってたんですね。あ、今タイミング、こういう感じになるんで、なんかだいたい2人プレイをやるときにはこの最初パウをあの戻させて、まさに今のは潰し合いですね。潰し合いですね、今のは。だからあの最初にみんなパウだいたいやっつけてましたね。もう叩いちゃってなくしてましたね。あ、怖いから。そういうことか。ごめんなさい。あ、やばいやばい、逃げて逃げて逃げて。やばいやばいやばい。いいぞ。これパウは触んな方がいいですね。いや、触ってもいいけど。竹川さんが、そうそうそう。あ、だからあの、あ、もうここに来た。早っ。協力するときは割とこの早っ早っ速。相手の動きを見てやらないと、こう、あの、助け合いの、やっつけちゃうことがあるんですよ。早いし、助け合いの、あの2人でやってるから早いんですよ。そうですよね、2人でやってたら1人でやってると全部取らなきゃいけない、確かに。お、まださっき、あ、さっき見たとこだ。カノシーがここで亡くなっちゃったから、この続きが見たい。やばい、怒ってる。カニ、カニ道楽。よっしゃ、今行け。よっしゃ、いい、いいチームプレイですね。お、いいぞいいぞ。おお、びっくりした。やばい、あ、やばい、何これ、おこだ、おこ、カニか、逃げて、おこがに、やばい。カメの時には青くなったんですけど、はい、危ない危ない危ない。カメの時に青くなったんですけど、カニは怒る、最後のやつ赤ピンクになって。あ、待って、早くない？次のコーナーに。もううちらが見てない景色が見れている。私も竹川さんとやりたかった。何それ、どういうこと、どういう意味。なんでアンちゃんだったの。いいじゃん、隣なんだからさ。どういな、すぐいなくなっちゃうの。うちらゲームカードだぞ。あれで、あの一応最初の方はあの弱いキャラで、今亀が出てて、次に今カニになったんですけど、こうやってカニとカメの混合とかいう風に感じでステージが進んで、うわー、カメ合戦ですね。やばいですね。カニ亀合戦、カニ亀合戦。戻しちゃった、あ、戻しちゃった。頑張って、なーちゃん、なーちゃんと亀が似てきた。あ、逃げた、あ、死んじゃった、死んじゃった、あ、まだ生きてるよ。あ、前降りたよ、今天空。逃げてー。頼む。やばい、おこがに、やばいやばいやばい、いけるいける、待って、蹴飛ばして、お、すごい、今ナイス、ナイスコンビネーションだった、今のレアコンビネーションプレイ。みんなこれですね。で、今度はあのハエが出てきます。なんだなんだ、ハエ。で、ハエはこの床についてる時に叩かないとひっくり返ってくれないんで、そうなんですね、なるほど、難しい。あ、お、飛んでるのタイミングよく、やばい、怖い怖い、耐えた、今タイミングよかったよ、なーちゃん、耐えたよ、叩いたよ、あぶね。パウって復活しないんですね、パウって。はい、パウって復活しないんですね。復活しないです。あ、しないようですよ。よし、お、お、いいよ。お、ハエか、これハエか、すごい、ハエみたいですよ。頑張れって、ほら、なーちゃん、お、ありがとう。ハエが来てますよ。
じゃあこちらある。すごい。嘘だ、無理。ジェントル。それ倒す、それ、はい、ジェントルマン酒か、はい、ジェントルマン酒か。あやばい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 、頑張って、なかなかいいコンビってコメント来てるよ。お、やったなかなかいいコンビですよ。カニ、うちらもうコントロール触ってた、コントロール触ってた時間もう3分ぐらい。怖いな、それは。3分も押しないから。それは怖いな。もう始まって30分経ちましたけどね、3分ぐらいしかコントロール触ってない。やばい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 、なんだかブヨン。おー、いいじゃん、やるときはやるじゃん。やるよ、なあちゃんもうまいな。あ、やばい、まだやばい、カニいけるよ、カニいけるよ、ぶっ飛ばせ。おーもうマリオしかいなくなっちゃった。やばいやばいやばい、ここで酒川さんの底力が。これ B ダッシュあった、おー、B ダッシュはないです。B ダッシュあったらなんかすっきりすみますよね、なんか。で、これ今ちょっとあの床がさっきと違うんですけど、あのちょっと滑っちゃいますね。滑ってますね。スタッドレス履かなきゃやばいですか。やばいやばいやばい。北海道出せてくれてくれる。いきなり。おお、すごい、全クリスタルコイン。すごい。終わりはあるんですか？終わりはあるの？終わりはないです。あのマリオが全部やられたらゲームオーバー。マリオがなくなっちゃったら、え、もうすごい救面ってことですかこれ。で、今のところそのマリオと、あ、マリオじゃないや、そのカメとカニと、はい、スルワって言ってこないですか。あれ復活してるよ。昔話。あのパウ、あ、本当だ。あ、そう、ボーナス面の後かな、うん。あ、そういうことか。すごい、竹川さんの。で、ナイスプレイ。こいつが、こいつちょっと今放置しますけど、何ですか、スライム違う、こいつを放置し、やつ上、下から叩くとやっつけることができるんですけど、こいつをやっつけないでいると、あれこれでいくかな、こうなっちゃう。こいつが、氷を作っちゃうんですよ、空間を。氷を作っちゃうんですよ。本当だ。もしかしてアナですか、あれは。あ、アナです。アナじゃないですかね。随分ビジュアル違いますね。あの、もう早いだろ。雪の女王はエレサの方だから。アナでもない。アナでもない。アナでもない。アナさんも違う。エレサ。エレサね。うまいこと言ったみたいになったけど。全然違うからね。映画のタイトルを言った。適当に言ったね、これ。アナ雪のカバン使ってたやん。アナ雪のカバン使ってるのに、アナ雪は一回も見たことない。ねえ。じゃあ、あの氷さんはいつ倒せばいいんですか？あ、やばい、作っちゃった。倒せばいいんだけど、実はあんまりこだわんなくても。そうなんですね。また出てきたよ。あ、やばい、やばい、やばい、頑張ってください。お、一発で死んじゃうんだ。すごい。弱いんですよ、あいつは。あ、そうなんだ。すごい。弱ちん。お、痛い。カニさん。え、あのピンクのは何ですか？やばいやばい。おこ、おこがに。あの、あ、やばい、やばい。強いカニ、強いカニだよ。氷、来た、氷。あ、早くなると思うのあるね。さっきカメの青い、すごい。てか僕これ続けてていいんでしょ。カメに変わったらこれ。え、誰も一発で終わる。すぐ終わっちゃうから。ちなみに何面まであるんですかね。いくらでも。そうなんですか。あの昔のゲームはループするんで。あ、同じ感じ。ただいろいろパターンは変わっていくんですけど。面白い。あと早くなったりはするんですけど。終わりがないってなんかいいですね。エンディングみたいなものはないです。あ、そうなんですね。やっぱり終わりっていつか来ますよね、やっぱね。いつか始まりがあれば。危ない。やられたら終わりなんで。緑だから、あの幸せなエンディングがないんですよ。ああ、それはさ、あ、だだだ、幸せなエンディング。あの、必ずやられて終わるんですよ。あ、そうなんですか。スーパーファミコンはね、幸せなエンディングありましたよ。え、スーパーファミコンは幸せなエンディングがありました。あ、やられて。あ、マリオブラザーズ、ストリートファイターです。まだ痛いの。違うゲーム。すごい、どんだけ生きてるんだ。すごい、やばい、ダブルガニ。おお、本当はこうまとめて倒すと点数が高く、はい、まとめ割りみたいな。割り引き、割らないで、あの、高くなるんですけど。あ、逆に、はい、個別のがいいですかね。いやいや、個別じゃない、あの、あ、割った方が一緒に、あの、スコアは高い方がいいんで。スコアをね、スコアも大事ですから、これすごいな。余裕じゃないですか、もうこれ僕やってていいの？
スタッフさんがずっとこうチェンジみたいなやってますけども、仮面女子は永遠です。じゃあ下手くそだカノンちゃんが、すぐ終わっちゃうよ。もうそこでさ、さくらんさんがいっぱい今アドバイスくれたじゃないですか。これをさ、ちゃんとさ、なんでパウ使った、パウ使えって言ってた、さっきだけからまだ言ってない、まだ言うタイミング言ってない。使っとけ意味ないぐらいの使い方だな。とりあえず使っとけみたいな。あの床にあの敵が設定してるとき今じゃ蹴っ飛ばしてよパウ、せっかく使ったんだから。あーもうダメだな、ね、生き返っちゃうよ。ほら、あーよかった、危ない。おーあーもう、あー一瞬だったな。ゲームオーバー。でも面白いこのゲーム、1983年にできたゲーム面白い。じゃあ次に行きましょうか。あ、じゃあそろそろ次のゲームに、はい、あれかリセットリセットに、うん、どっちかどっちだ。いやあっという間だな。私パックマンが、あ、なに、自信あるの？自信あるんですよ。パックマンおすすめですか？じゃあパックマンをやってみましょうか。竹川さんもね、あの呼ばれてるぐらい。パックマンはもうなんてパックマンって呼ばれてたぐらいなんで。竹川さんはパックマンが好きで、その帽子だ。あれスルーなんだ。パックーマン、じゃあ見せてよ。パックーマン。え、どこ楽しい？いろいろだよ。え、うまいじゃん。もう始まってんの？始まってます。突然始まるんですね。あ、青いのなったよ。うまいよ、カノシ。今、パックマンに森カノンちゃんが挑戦中です。青いのなったら倒せるんじゃないの？時間が経つと戻っちゃうんで。え、青いのの時は食べれるんですか？じゃあさ、青いのの時にさ、そっちに向かわないといけないの、なんで食ってるの？いや、でも、その時は一番安全な時だから。うまいね、パックマン、さすが。でしょ？そう、一気にドットを食べちゃうって言ってるのもあるんで。そういうことか。あー見てて、うわー、もううまいね。あ、それもなかった。え、パックーマン、あれパックーマン、あれ、まあまあ、でもまだ、あ、これも何機かあるんですね。そうですね、今画面の右側に黄色いのが出てるんですけど、あれが、あ、今食べちゃいなよ、もう。え、食べるの？え、今やっつけるよ。食べれるっていう。ええ、ちょっと待って待って。パックーマンはなんでパックーマンなの？青いの食べれちゃう。あの黄色いでっかいのを取ると青いのになっちゃって、青いのは食べれるらしいよ。あ、こういうこと。今ほら。そうそうそう。あ、すごいじゃん、200。なんで知らないの？やばいじゃん。なんで知らなかったの？パックーマン。なんで？なんで？でもあんま調子乗りすぎると突然戻るから気をつけてっていう話。そうそうそう。あ、今行ける、今行ける、今行ける。そう、あの点滅したらそろそろやばいなと思って。うん、あ、点滅したい、そろそろ逃げて。え、でもパックマンいなくなる。あ、パックマンじゃない。あの、もじゃもじゃみたいなのこの悪い人たちは何て名前なんですか？いなくなるわけじゃないんだ。いなくならないです。あの真ん中、食べられてしまうと目玉だけがこう元に戻って、土からもう一回出てしまうので。スタートに戻るわけだ。そうそう、だから別に殺した感じではない。やばいやばい。あ、じゃあこの黄色いの全部食べきればでは一生出てくる。いや、青いじゃん、あいつ。違う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 紛らわすじゃん。いやいや、だいぶ色違う。だってみんな青になるじゃん。色毛だよ、わかんないよ。いやずるいよ。それは意味がわかんない。新しいフレームの入れ方。フレーム入れるよ。あの水色はダメってこと。危ないバカ。このパックーマンじゃないの？パックーマン、あれ？ゲームオーバーだし。え、じゃあちょっとやってみよう。難しそう。怖い。なんかちょっと気に食わないよ。怖い、頭良さそう。だってさ、煩わしいからさ、別にピンクとかでも良かったわけじゃん。なんでわざわざさ、あの背中にいるやつ青にしたのって感じじゃない？怖い、ね、え、ちょっと待って、今なんでこれ顔全然違うやん。今真剣そのもの。でも色はさ、だって青いのは食べられるってさきかんさん言いましたよね。さきかんさんに文句言いました。濃い青ね。濃い青って言ってなかったはずです、さっきは。口がこの…さきかんさんに文句言い出しましたよ。僕が悪いのかな。さきかんさんに責任があります。パックーマンなのに。できる、食べれるよ、あんちゃん。わかった。食べれるよ。わかるよ。今いるやつは全員食べれるからね。あとさくらんぼもあるからお腹すいて。やばい、お腹すいたら食べたらどうなんの。やばい、どうしよう。食べたけど特に何も。あのスコアなんで、そうこの最初の方の面はあんまり高くないんですけど、
へー危ないよ。あーもう味噌味噌まだいける私。飛び残しがあるんだよねさっきから見て、あのあそこの点線の。でもダメだ私一生もうだって会えないよ。なぜならね、あもう行けるじゃん。やだどこ2面みたいな、先の面に行くとどんどんあのフルーツが変わっていくんで、あのフルーツを取る時のスコアが高くなります。フルーツに行った時のスコアが高くなる。まあ、といってもフルーツじゃあ食べておこう。といってもまあこの程度しか上がってないんですけど、さっき100点だったら、怖い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 、どのくらいまで上がるんですか。怖い怖い怖い、ちょっと点数覚えてないけどどんどん上がっていくんで、あのどんどん進んでもらえればって感じです。すごい神経そのものになっちゃう。やばいやばい、どうしよう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 、難しそう。私これこういうの弱いと思う。頭どうしようどうしよう、あやだ、またちょび残しちゃった。あれ青くないやつもいるじゃん。待って、まだ白かったよ。あの食べて戻ってる間に、はい、あそれじゃもう行きたくない。そう戻ってる間にってか、まあ、出てきちゃったやつとかはもう元に戻っちゃうんで。やばい待って青いのが来た。あちょ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 そう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 怖すぎ。あちょちょちょどういうこと。どうしよう、でもね君たちのおかげで負けるようなね人生は送ってないんだな。あれ負けた。まあ、赤ちょっと悔しいんご悔しいんご悔しいんご、懐かしいの来たね。ありがとうございます。あのしんごみたいな、もう彼女よりは済んだ。あれそんなことない、そんなことないか、じゃない、同じくらいじゃないかな。じゃあ夏は初体験。え、これはぁ、冷や汗かく。これえ、これ怖いね。え、これ矢印だけ押せばいいの。あのね十字ボタンだけ。そうそうそう、あ、ね、でも B ダッシュもあるよ、なっちゃん。 B ダッシュはないです。あ、今安全コーナー。悔しいなこれ、なぜ食べ残すって。ただモンスターが真ん中から出てない時に食べちゃうと、はい、あのあいつら中にまだ基地の中にいるから、はい、食べれないんですよこっちが。お、やばい、なるほど、うん、だからちょっと様子を見てから食べた方が点数は稼げるんだけど。あ、逃げりんこ、あ、逃げりんこ怖い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 、もやっと。まだまだ2キリ、マヤこれマヤまだもうこれさ頭使うよ、やだ。怖いね、このモンスターちゃんたちが意外とね動き回るからね、元気にかかってもいいね今の食べっぷり。いや、いける、まだいける、まだいける。来ちゃう来ちゃう、ギリギリで攻めなきゃいけないね、戦いだからね。ブツブツ、おお、逃げて逃げりんこ、逃げて逃げて逃げて、うまい、逃げて、あ、うまい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 、おお、いいね、いいね、いいね、逃げてる、逃げてる、M&M、M&M、M&M、 逃げるの、うまい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 、あ、やばい、ちょちょちょ、曲がって、あのね、うまい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 、あ、逃げて逃げ上手だね、うん、逃げ上手、絶対ドッジボールうまい、逃げてやばいよ、逃げて、ああ。なんで悔しいな、これもちょっと頭使う、これいやん。でも私たちの方がちょっと上なんじゃないか、勝ってるよ、もしかして。でもあと1個で、なーちゃんも、しかもあの3人はあそこからなぜか出れないし。お、よーし、よし、あと1個、怖いよ、うわー汗かくね、なんかなんであんちゃんがやってないから見てるとね、あーってなるんだよね。あー、やだ、向かう、頑張って、みんなも応援コメント待ってるよ。あれ、これ頑張れ、なーちゃん、ほら、敵がいない方向に行っていっぱい食べちゃうっていう感じで考えていかないと、はい、後で厳しくなる。確かに、ファンじゃない、敵がいない方向に、あべ、ちょ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 、ずっと同じ場所にいると、ね、敵がどんどん来ちゃうんで、はい、動き回るっていうことも大事なんですね。あと飛び残しが気になるね、あの一つでね。あ、いいじゃん、うまいぞ、あ、うまい、うまい、うまい、いい、いいか、なーちゃんいいよ、なーちゃんいいよ、なーちゃんいいよ、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 いける、いける、絶対いける、これいいよ、え、
やばいやばい、あれまた茶髪が、茶髪が戻っちゃった。茶髪って、おいやー、すごいすごいじゃん、やばい、それよりすごいじゃん、一回も死なずに、うまいね、何で、たまにこういうコーヒーブレイクっていうか、まあ、休憩があるんで、休憩タイム、コーヒー飲めと、ブレイクタイムね、かわいい、これ頭使わないゲームだよって来てるけど、そんなことないよね、うん、使う使う、使わなくない、使うよ、何考えてやってんのじゃ、何使わないず、何使ってんのじゃ、死ぬ死ぬ死ぬ、手いいよいいよ、あちょ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 、あなんかこれは無理だよ、ハサミ打ち攻撃だったね今完全に、おー私たちより進んじゃった、でも進んだ、やったね、パプーマン、これ 2P はどうやってやるんですか、2人これはもう交互にやるだけなんで、あそうなんだ、うん、なるほど、当時 の、 あのゲームセンターとかにあったり、アーケードゲームみたいなで順番に交互にやってたんで、そうだったんですね、でもこれはなんかハマるね、ちょっと癖になる感じですね。ね、うん、じゃあ他のゲームやりますか。青スケとか見て名前あるよ。何？グズと。あ、やばい。マグロ落ちた。ああ、ごめんなさい。何やる？おすすめゲームありますか、サキカンさんの。おすすめ。ER カンフーですか。リベンジリベンジ。どういうゲームなの ？ER カンフー。あれよ、カンカンフーのゲーム。カンカン。国をやりたいです、私国を。何国をって。誰？君はさん、ちょっとね、あれなんだよね、ドンキーコング、ゲームがね、やってもいいかな、でもあれ止まっちゃったかな、どっちの国をくん、止まっちゃったみたい、テレビがん、テレビが止まっちゃった模様です、あれなーちゃんの目はうまかった、今の目はお、止まりんこしてますか、止まってるから変顔してみて、ほらキレタっぽい、キレタっぽいです、大運動会です、きっと竹川さんがブチ切れてるって来てる、なんでなんで、もう放送下手すぎて言ってないから放送できないからケーブル引っこ抜いた、え、ね、暴れてないよね、そう、なんだろう、ちょっと早く終わりとか言ってくれて、終わりますなんでだろう、じゃあやるか、じゃあやるか、ふんするか、もう切れたか、切れた、なんでさっき関西が切れたみたいになってるの、あれだ、下手だねあれどうしちゃったんだろう、初めてパターンだ、帰るか止まっ、ちょっと待ってね、風が止まってるって、あ、多分映像と音声のズレが合わせてるって勝手に決めてあ、再開した、あ、やばい、あ、再開した、聞こえる、気を抜いた顔してたぞ、クソ笑わないでってまだだ、あれまだ戻ってんのか、あれどっち、再開したって言ったの、あれ勝手に実況しとくか、どういうことやん、いいよ勝手にしてくれても、絵も出てないんだよね、ここ見るちょっとさ、ね、みんなで寝といてさあどうしちゃったんだ、おやすみ、見えへんだって、見えへんってあのそ、あ、びっくりした、怖い、気を抜いて寝とくかめっちゃどうしちゃったの、どうしちゃったの今酒から大暴れかどういうシャラになってんのかじゃあさ、ちょっとぐちゃぐちゃにしとくうちらの髪の毛がボッソボソなのやれっわーひどいすいませんひどい本当にごめんな、ね、痛い、じゃあ合わせてこうやっとかないといけないやるか、左目が、神谷里奈、神谷里奈っていないよ、いないんだよ、あれもうすぐ戻って、あさってじゃんね、うん、確かに、まだかな、まだかな、崖の大間さん、まだかな、あ、動いてるね、このヘルニーさんだけ動いてるらしいけど怖いんだけど、嘘だよ、単独が、じゃあ今何してるでしょうかめっちゃスクショ、今何してる、めっちゃスクショされたヘル兄さん今何してるめっちゃスクショされた、何してるでしょうかめっちゃスクショ、めっちゃスクショ、何これ面白そう、面白そう、え、これ面白そうですね、ねえこれはそうだね、これ面白そう、何してるでしょうか、これやってみますかねパンダ、パンダの時みたい、パンダの仮装した時
切れちゃったのかな、やっぱ。あ、もうアーカイブになっちゃってるから、なるほど、なるほど、やばいじゃん、ね、それを早く言ってくださいよ見えてない、いやーって言ってたね、すっげー顔したんだけど、いや可愛かったよ、だいぶ、だいぶ子供みたいだった、ね、まあ、ゲームをね、あと10分でできるからいいです、あと早めにね、そうです、ドンキーコングは、ドンキーコング、ドンキーコング、いや、でもなんかさっきやりたいって言ってなかった、多分、ね、え、10分間でできるゲームですか、大運動会です、 ER カンフーやる、あ、ER カンフーやりましょうか、保存できるんだったらなんか負けても、あ、どこですか、はい、じゃあ ER カンフー、カンフーじゃあ再来で、あ、カノンちゃんほらやりますか、やり方も忘れちゃったね、久しぶりで、レベル1で、うん、逃げて頑張って、もうさっきのがこいつはね倒せる気がする、そう、まだ一面だ、え、後ろから、え、今すごかった、今いいよ、カノシうまいよ、まだ一回もやられてなくない、ね、やられてないね、そのままそのままそのまま、こいつはすぐ倒せた、倒せる倒せる、3人目か4人目がさ、一番難しいんだよね、はい、やばいやばい、あのね、なんかね、チンなんちゃらみたいなのが強い、チン、チンなんちゃらが強い、あ、やった、勝った勝った勝った、おー、ER カンフーに挑戦中です、森かのんちゃんがステージ2 あれ同じ人、あれ同じ人、あ、じゃあ出てきた、何だ、先生のやつだよ、こいつ火出させる前にやっつけて、タオ、待って、さっきと何が違うの、違う、ほらほら、火出すの、この人は、そうそう、火吹いてくるんで、こういうことやね、あ、逃げて逃げて、これ2人目が一番難しい、炎はしゃがめ、しゃがんだら、しゃがんで避けてもいいし、あ、 上の場合はね、だから下にも火吹いてくるやつもあるんで、勝ってさ、まあ、ちょっとよ、ほら、お、いいの、ただ攻撃でやあの火を消すこともできます、あ、ほら、お、いいね、うん、次が一番難しいんだよ、頑張って、ほら、こいつ、こいつチン、チン強いから、マジ逃げて、こいつはチェーンを投げてくるんだけど、投げさせないっていう手があるんですね、ほら、うまいかのし、うまし、え、なんでうまくなったんだろう、前回も鬼下手じゃなかった、携帯じゃない、ファミコンじゃない、あの足じゃない、もうやめない、何コントローラーがちっちゃくなって手が、どういう言い間違い、でも手すごい滑った、かのんちゃんの手に合ってるんじゃないの、だから今みたいな時にこれをもう一回リセット、まあ今一個死んじゃったけど、ここで十字ボタンして、あれ違う、何やってんの、もう最初から消えちゃったよ、消えちゃったよ、でも最初からだよ、消えちゃったよ、自分で消したんだよ今、違う、あれ今みたいな時に今セーブするんだよってやったんだけど、もう人倒しちゃったから消えちゃったの、はあ、竹川さんがせっかく助けてくれたの、竹川さんおこ、竹川さん、やりましょう、やりましょう、じゃあ、あんたちゃんが引き継ぎ、じゃあ、あんちゃんやろう、3人目まで行ったから、久しぶりだからちょっと怖いの、私も、どうやってやんだろう、あおあ、やばい、やられちゃう、足、あれ、蹴るのどれ、これ難しいからやりたくない、大丈夫、いける、初めてやった時はすごい難しかったけど、なんか今 3人目まで行った、わかんないもん、アンナちゃん5人目まで行ったよね、行ったんだけど、ちょっと今やばい、やばい、やられまくり、下手じゃん、なんかちょっと調子を取り戻しさせて、前回やった時はだってさ、やられる予兆がわかんないじゃん、やばい、怖い、あ、やられちゃった、あれ、え、でもね、3人ぐらい、3機ぐらい残ってるから、あ、いける、トゥー、チュー、ワチュー、ワチュー、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 ウォー、チュー、ウォー、何よ、うるさい、ほっ、ワン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 、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ツー、ワン、ワンにやられたくないよ、やだよ、やだやだ、やめてー、それ3ボタンは違うから、あれ、あ、痛い、何やってんの、あれ、大丈夫、え、ワンって1人目だよね、今まだ、まあ1人目、1人目です、ちょっと待ってください、そんなはずはないんです、私格闘ゲーム担当なんです、実はなんかそれ知ってるから2回目の放送を ER カンフェ選んだのに、あ、そうなんですか大丈夫です、ちょっと、あ、上手くなってきた、ほら、体を使うんだよ、って一緒意味あるの、あれ、やられてる、私もしかして、どちらかというと、やられてるよ、あれ、赤
もん、なんか。お、背後から攻め出したぞ。お、ちょっと待って、やめて、やめて、やめて、全部ダメだ。なんでよあ、ごめんなさい、失礼しました。え、これは操作的にはB とか A とかいっぱい押してた。適当に押すと当たる。そうそうそう、そうだったら多分死んじゃう。キックとパンチなんで、 A ボタンと B ボタンは A がパンチ、ちょっとどっちがどっちか、僕も今しゃがんだり跳ねたり、しゃがんだり、上押したり下押したりして、で上押すと、違った、レベル2じゃない、レベル2難しくなるんで、ちょっと待って、前やった時悪口言ったら強くなって、もう一回セレクトボタン、あ、そうだ、カノンちゃん、カノンちゃん、カノンちゃん、それでスタートボタン、それだ、悪口はいっぱい言うと難しい。悪口？上とか斜め上押すとジャンプかな？やばいやばい、やられる。やっけー！そう、一回。で、下でしゃがんで。ただ。え、待って、ジャンプって何？ひどい、なーちゃんにひどい、この人。みんな。ジャンプって何？ジャンプって何？ジャブ、ジャブ。ジャブ。十字蓋の上。アッパー、アッパー。上押すとジャンプするから。上押す。十字ボタンの上。そう。待って。弱い。うるさいよ、弱い、弱くないよ、頑張れ七か、頑張れ七か。あっちい、暑かった今の、頑張れ頑張れ、いいよ、なーちゃんいいよ、もうコツをつかんだ気がする、なんか1回目の彼氏なんかうまかった、一丁前にさ、4人目まで行きたかった。すいません、チェーン投げるやつ、すいません、チェーン投げるやつの後なんだっけ、なんかね、裸の人、あれ、あ、女の子も出てきた、女だ、女、裸の飛んでくる人いるよね、裸の女だ、違うよ、女の子来てたよ。裸の男の人飛んでた、それは一番最後じゃない、それは5面目だ、そこまで行ったのに前、うん、なーちゃんもちょっと頑張ってきた、いい勝負です、ギリギリの戦いです、頑張れ、ギリギリの戦い、あー、1人目で、あと1回まだあるよ、まだまだいける、これさ、なんかさ、なんか意味が分かんない。そのさ、格闘系は苦手なんだな、ちゃん、違う違う、このさ、タイミングがさ、意味が分かんないじゃん、やってくる、そうだよ、タイミングがないもん、突然来るものなんだもん、突然訪れる、そう、でも適当に押すと勝つよ。え、もう一回やりたいぐらい、これ、まだまだいけるんじゃない、頑張れ頑張れ、負けちゃうよ。適当に押せばいいの、うん、適当に押すと当たる、ほら、あー、これわかんない、ゲームオーバーになっちゃった、これはわかんない、で、ちょっと言う、ね、で、終了、終わっちゃった、実はちょっとここにセーブデータ1個用意してて、おです、ね、これ僕がちょっとやった、え、いつの間に、お、やつですか、これをですね、お、酒缶さんが何人目ですか、これ、これは5人目で、あと一撃でしし、あの、やっつけられる、すごい、こんなん言えづらい、カノシーなんか、あと一撃だって、これで負けたらウケるよ、カノンちゃん、すごいじゃん、やべーパーフェクト、やったー、カノシーで、すごすぎる、え、待ってください、酒川さんさ、パーフェクトってやめてるんで、パーフェクトって出てたけどさ、これがあの一周目クリアしたところの画面で、え、酒川さんはパーフェクトであそこまでやったんですか、じゃなくて、最後の5人目 の、はい、あの体力が自分が全部あって、相手が1個しかない状態まで持ってったってことですよね、ああやって細かくセーブすればできますよってだけで、細かく、私たちのためにセーブをして残しておいてくれたんですね、すはい、そうです、すごすぎる、めんどくさかったでしょうね、そんな面倒じゃないけど、まあ一応そういうのができますよって、すごいすごい、ありがとうございます、また切れちゃった、あれダメダメだよ、アーカイブ残るからね、油断しちゃダメだよ、何が切れちゃうんですか、酒川さんそんなに怒らないでって、また止まってるってよ、あ、違う、これ私が止めてんの、あ、そういうわけじゃなくて、ゲームが止まった、あ、止めてるよ私、そうそういうわけじゃなくて、今ポーズしてるの、こっち消えちゃった。配信自体かってことですか。はい、ということで、今日は見れてる人と見れてない人がいると思いますが、任天堂クラシックミニファミリーコンピューターでレトロゲームをして遊びました。イエーイ、早いね、1時間。早いね、集中して。全然なんかね、ちょっとまたリベンジしたいですね。30個もね、ソフトが入ってるので、うん、すごいお得。
今回は ER カンフーとスーパーマリオブラザーズとパックマン、マリオブラザーズもやったね、マリオブラザーズもやったね、パックマン水道館、はい、パックマンをやったということなんですけど、1時間でこんなできた ね、 ね、はい、ね、カービィとかもやりたかった、また次の機会にやりたいと思います。酒川さんありがとうございました。ありがとうございました。もう、ね、私たちにゲームの素質はありましたか？ちょっといや、今後もまた挑戦していただいて、うまくなってもらえばいいんで、ゲームは重ねて強くなりますからね、はい、でまだ はい、ゲーム配信が次回も、はい、12月6日の火曜日20時から、はい、メンバーは特に決まってません。そしてゲームラボもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。毎月ゲットしてね、毎月買ってください。ということで、はい、仮面女子とゲームラボさんのコラボゲームでした。よっしゃ、バイバイ。アーカイブのスクショはしないようにパッテン